6月24日、横浜市緑区の長津田駅で熱中症予防を呼びかけるキャンペーンが行われました。株式会社伊藤園と東急電鉄株式会社の協力のもと、緑消防署と緑消防団が連携して行ったものです。長津田駅の構内で熱中症予防を普及啓発するためのチラシと麦茶のセットが配布されました。今年で4年目になるんですけれども、こちらで健康ミネラル麦茶を480本ご協力させていただきました。我々飲料メーカーとして水分の補給、皆さんにとってできるような形で商品を供給していきたいと思います。しっかりと今年の夏も暑いですから、しっかり水分取っていただいて熱中症予防を努めていただきたいと思います。横浜市内で今年6月末までの時点で熱中症の疑いで搬送された人の数は335人です。去年に比べ200人以上増えており、緑消防署、緑消防団では十分な注意をするよう呼びかけています。夏になる前、この時期とっても熱中症になりやすくなりますので、どうぞ皆様お一人お一人が熱中症予防ということで関心を持っていただくことが大事だと思います。こまめな水分補給や熱を逃がす工夫、そして屋外で人との距離が十分に保てる、そんな場合にはマスクを外していただくなど、熱中症予防の関心を高めていただきたくて広報をさせていただきました。